こんにちは、ムカチャンネルです。今日は鹿児島にありますガチャポン堂さんに行きましたので、店内の様子を紹介したいと思います。店内の撮影許可はもらっております。それでは入ってみましょう。こんな感じで入り口からね、たくさんのフィギュア、おもちゃでいっぱいで、天井までね、たくさん、店内はそれほど広くはないんですけどね、もうおもちゃでね、埋め尽くされてるんですよね。もうすっごい数です。もう奥の方とかもう見えてないんですよね。ゴジラかわいい、ね、このね、あたりは、最新のフィギュアになるのかな。ものすごい数でしょう。ワクワクしますよね。もうこの時私はすでに1回ね、買い物を済ませておりまして、というか1時間ぐらいですね、店長さんとおしゃべりをした後にもう一度ね、撮影ということで入り直してます。ね、ミニカーコレクションもたくさんありますね。いやー、ほんとね、もう時間が解けます、ここに来ると。で、このようにもすっごいね、ちゃんと箱に入ったおもちゃとかたくさんありますよね。実はこのガチャポン堂さんなんですけども、オタファーさんもね、来られてて、 YouTube でね、動画出されておりましたね。また芸能人もね、結構来られてるみたいです。このね、レトロなソフビがたくさん並んだショーケースなんですけど、復刻版じゃなくてね、全部初代のソフビみたいです。だいたい1体2万円ぐらいってね、おっしゃってましたね。こんな感じでね、商品どけないともう奥見えないというね、それほど多いんですよ。で、商品まあどかすときはね、1回店長さんにね、確認は取ってくださいね。崩れやすくなるんでね。私も何回かこうヒヤッとしました。ガチャポン堂さんはですね、日本全国はもちろんなんですけど、海外からもお客さんが来られてるみたいです。で、ちょっとね、会話のシーンとかプライベートなところもあったので、消してるところもあります。こうやってね、なんか本とかもね、あって、ゴジラだけではなく仮面ライダーとかね、もう昔の昭和のレトロのアニメキャラクターとか、最新のね、アニメの漫画のフィギュアとかもね、置いたりしてて、もう何でもありますね。何でもあるんですけど、やっぱり昭和レトロなね、おもちゃの方が量は多いですね。もうゴジラはね、ほんとたくさんありましたね。こういうお店は価格が自由なんですけど、ガチャポン堂さんはね、割と安めな感じがしましたね。これいくらですかって聞いたらね、何千円ですみたいな感じで、なんか安めなね、感じがしましたね。で、店長さんがとても優しくて面白い人で、知識もね、豊富で、いろいろとお話できました。これいくらですかって聞くと、すぐ価格を答えてくれるんですけど、こんなね、たくさんあるのに価格覚えているっていうところがすごいですよね。で、ご自宅にもたくさんコレクションがあるんですかってね、伺うと、趣味と仕事を一緒にしたくないということで、意外にもご自宅は
ほぼないとのことです。ちょっとこの昭和レトロなのはあるらしいんですけども、まあ、メインはねなんか猫の置物とか集めているとおっしゃってましたね。まあ、ソフビ以外にねいろんな趣味のお話とかさせてもらいました。幸いね行った時はお客さんがいなくて長居できましたし、撮影もねできました。まあ、ゴールデンウィークとか祝日連休とか混み合うみたいで、なかなか店長さんとねお話とかね難しいんじゃないかなと思いますね。で店内は円を描くように歩く感じで、もうね何周もしましたね、10周ぐらいしたんじゃないかなと思います。それでもね何周もしてもですね新しい発見があるんですよ。それぐらいね自分でね発見の見落としがあって、ふとね足元に欲しいおもちゃとかあったり、天井にねあったり、レジ付近にあったりと、えこんなところにあんのっていう発見の連続なんですよね。余裕で1時間ぐらいはいたんじゃないかなと思います。で店長とこう会話しながらもね、いろんなところをこうキョロ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 見ててね、あんなところにお宝があるとか思ってね、私の挙動がおかしかったと思います。めっちゃでっかいロボコンのソフビ、これ1万円ぐらいって言ってましたね。欲しいな、ロボコン全然知らないけど。商品も商品の後ろに隠れてあったりとかね、どかさないと発見できないおもちゃがまあ多くて、なのでこういうのが欲しいんですとか、こういうキャラクターないですかっていうのをね店長に尋ねると、もうすごいんですよ、覚えてるんですよね。確かここにあったよって言ってね、埋もれているお宝の山の下の方から出してくれたりねするんですよ。そんなところにあんのみたいにね、これはお客さんがどかせれるレベルじゃないほど後ろとかね埋もれてたりします。まあ、おもちゃもそうなんですけども、店長さんにね会いに行ってお話ししたくなるなっていうようなお店でしたね。それがねガチャポン堂さんの魅力でもあるんでしょうね。今年で25周年って言ってましたね。長いですよね。ひげ親父もいます。そうそうね、ここのレトロケースめっちゃ気になるわ。ショーケースがね反射してすごい見にくいんですけども、ソフビがね焼けていく、色落ちしていくっていうのを防ぐためにショーケースはわざと電気を入れてないんですよ。だからね外の太陽の光とかがこう反射して見づらい感じになってるんですよ。実際私行った時もね結構ね見にくくてね、めっちゃ目凝らしながらねこう目の上に手をこう当てながらこう見てましたね。とかもう店長さんに出してもらうっていうのがね一番いいのかもわかんないですね。なんかもうそこまで徹底するのがソフビ愛っておっしゃってましたね。だから私の部屋のソフビもすごい心配で、ちょっと黒いカーテンとかね覆う必要があるんじゃないかなってね思いました。どうです、めっちゃ行きたくなりませんか。お宝の山でねとても楽しい時間でした。撮影の時もね店長さん、ここ少し片付けるから向こう側から撮っててくださいとかね、撮影にめちゃめちゃご協力的で、次回はこことかね細かく撮ってくれたらいいよとかね、親切でした。初見なのにねめっちゃ優しい、なんかこう変な気づかれもしないですし、でねいろいろと教えてくれて本当に楽しい時間でした。知らなかったんですけども、鹿児島に2号店もあるみたいですね。で年内は31日まで営業で、年始は2日からの、ね、営業と、めちゃめちゃ営業されてるなって思いました。いやー、ガチャポン堂さんありがとうございました。とってもね楽しい時間でした。なんか仕事の疲れがねこう消えた感じがねしましたね。店長さんとおしゃべりしたり、たくさんのねおもちゃと出会えて、本当に本当に素敵なところだったな。
いやたくさん買いました。散財してしまいました。帰ってね、早速開けて紹介していきたいと思います。